優しい息子ですね。何分寝るんだ。やば。時間が分かっているわけではありません。やべーな。今日は忙しいの。数字を読んでいるだけ。大調子伝説くんのが。ご心配なくて、まだ1時間半あります。一人で電車を乗った。皆さんこんにちは、デスです。今日は懐かしいシリーズを見ます。初めてのお使いです。初めてのお使いは私のチャンネルの最初の動画の一つでした。だから本当に久しぶりですね。多分1年ぶりだと思います。お使いは2つがあります。一つのはお母さんの誕生日にプレゼントを買います。二つのはお姉さんと弟はスーパーに行きます。楽しみです。どこだ。どこですか。こんにちは。 T シャツとか作るさところってどこですか。 T シャツから、 T シャツとから作るところ。 T シャツ2階か。優しい。2階はお土産売り場になっていて、東大グッズや銚子の魚を使った佃煮、名物の濡れせんべいに特産品のお醤油など銚子の魅力を取り揃えています。こんにちは。あの頑張れ。 T シャツとか作るところってさ、2階のどこにあるとこ。ちょっと待ってね。オリジナル T シャツは中央のカウンターで作ってもらえます。T シャツとタオルの絵はお父さんの古いスマホで写真にして持ってきました。これがタオルで、これが T シャツにする。ありがとう。今日何一人で来たの。あ、そうなの。可愛い人、ね、今日誕生日なの。そっか。何サイズってわかる。ママの T シャツのサイズを選びます。ママ小さい。うーん、私ぐらい。うーん、私よりちょっと大きい。あ、こっちだ。ママ、お姉さんより大きいんだ。本当に可愛い。サイズを選んだらプリントする絵を確認します。あ、これで。これでこれにする、うん、じゃあちょっと待っててね。ごめんね。大丈夫。はい、ありがとう。T シャツは15分ぐらいで出来上がります。へえ、優しい息子ですね。何分寝るんだ。やば。時間が分かっているわけではありません。やべーな。今日は忙しいの。数字を読んでいるだけ。大調子伝説くんのが。ご心配なくて、まだ1時間半あります。一人で電車を乗った。できるまでもうちょっと待っててもらってもいい。この赤い。じゃあ待っている間にってお父さんが持たせてくれたおにぎりで休憩することにしました。しっかりしてる。うん、今でもそんなことが本当にびっくりだと思います。海見ながら。びっくりした。素敵な時間。おいしい。最高。おにぎり食べたらちょうど T シャツもできました。 T シャツできたよ。え、かわいい。こんな感じで大丈夫。お姉ちゃんの絵が見事な T シャツになりました。タオルはヤマトくんの作品。ママ、お誕生日おめでとう。ひらがなもかけました。いいね。ママ、喜ぶだろうね。ファイオスズママ、どうですか。やばい。次のさ、電車までね、全然時間ある。あと40分もあるの。時間の感覚っていつから分かるようになるんです。子供のブーツは音がしません。わー、かわいいブーツ。そうくん、こっちよ。一人の時は怖かったのに、弟の面倒を見てると怖さを忘れてしまいます。ゆうゆうがおる。お母さん、ゆうゆうの復活です。何歳くな。4歳と3歳。お店が見えてきました。さあ、今度は見つけられるかな。はいはい、はいはい、ミルク。さあ、さっきのミルク売り場です。まだ隠れたまんま。かわいい子と来てる。それじゃないのよ。子供にはわかんないわよって。お母さん、ゆうゆう。その時、そうたくん。それだ。あんた、ヤクルタス。違うわよ。子供に見つけられるわけないじゃない。お母さん、ゆうゆうのプライドが許しません。そう、そう。大人だから聞いてみることにしました。ハイハイミルクかな。ハイハイミルク。ハイハイミルク。ほらね、こうやって聞くのよって。ソータ君に手本を見せたんです。でも元のところは同じとこちゃうの。一緒一緒。
違う？あれ？違う？それよ。ソウタ君言っちゃダメ。これでいいのかな？これのこと。ソウタ君が見つけたわけじゃなく、店員さんに聞いて買いました。大丈夫ですか？そっか、サナちゃんの歯ブラシも頼まれてた。子供用の歯ブラシって言ってもいっぱいあるんだ。誰が使う歯ブラシ？どっちがいいかな。赤ちゃん？赤ちゃんまだ小さいから。赤ちゃん歯何本ある？2つ3つある。サナちゃんの歯磨きいつも手伝ってるんです。これでいい？あ、これいいね。それにしようか。泣くのはいいね。姉ちゃんは何歳なの？3歳。2歳の子供を連れ、3歳の大人が店を後にしました。I was their mom. I don't think I could let my 3 and 2 year old go on an errand by themselves. They're just too little. でも私はアメリカ人だから、maybe I'm more careful because of where I grew up. 2歳と3歳の子供たち、お使いに行くのが若いすぎますか？でもね、It's a great experience for children to be so independent at a young age. They'll have more confidence when they're older. Just maybe I can't let my children do it until they're at least 5 or 6. 今日の動画を見てくれてありがとうございますね。私のメンバーシップかパートナーというサービスに参加して、私をサポートしてくださいね。じゃあ、また見てね。バイバイ。